アシカは、飛脚類クやシカ科の海星動物である。ただし現状、その範囲は分脈により揺らぎがある。最も,も抗義には、アシカ科の総称であるが、アシカ科には、一般的に、オットセイ、トド、オタリアも含まれ、これらを別扱いとする場合もある。さらに、競技の意味で、アシカ族一族を意味することもある。アシカの定義には、揺らぎがあり、競技から順に次のようになる。 イ打ちアザラシはアシカカにも含まれず別化である。そのため、アシカとアザラシの違いについて語られるとき、アシカとはアシカカのことである。一方、アシカとオットセイの違いについて語られるときは、アシカとはアシカアカか、もっと狭くアシカ族のことである。北海道を除く日本本土近海に生息するアシカ類は絶滅したと見られる。 日本アシカのみであり、この語も本来は日本アシカを指したものである。アシカの語源はアシジカでアシの生えているところにいるシカの意味であるという。古くは海シカ説もあったがアクセントから否定されている。奈良時代には道と呼ばれていた。他に意味をとして海をそ、海かぶろがある。海をそは海にいるカワウソ、海かぶろは海にいるハゲの意である。佐渡島では この、海かぶろの名で妖怪視されており、両津港近辺の海でよく人を騙したという伝承がある。ショーを演じるカリフォルニアアシカアシカは、水族館や動物園でしばしばアシカショーを演じる。アシカショーを演じるのは主にカリフォルニアアシカである。その他、オットセイやオタリアもショーを演じるが、オットセイショー、オタリアショーとなっていることが多い。ただし、アシカショーとされることもある。 アシカカは7族16種に分かれ、南オット星族とアシカ族以外は一族一種である。その特徴から、アシカアカの五族8種とオットセイアカの二族8種に大きく分けられるが、いずれも系統に基づくグループではなく、単系統ではない。アシカ族は生息地により3種に分かれるが、これらを単一種ザリフィスカラフォーニオネスのアシとすることもある。アシカは海生哺乳類に属し、 岩礁海岸や砂浜で一夫多妻のハレムを作って繁殖し、一三一市である。ありがとうございます。